韓国人が日本人よりも英語ができるというのは本当なのか、トイックの点数平均点なんかが上げられるんですけども、発音は韓国人の方がうまいんだって思ってる人たちが多い。でも得意じゃないですよ別に。ちなみに言っとくと中国語もねよく言われるじゃないですか。さあ、始まりました、もてちチャンネルです。さあ、今回なんですけども、果たして韓国人が日本人よりも英語ができるというのは本当なのかっていうのですね、見ていきたいと思います、というか話していきたいと思いますね。まあこれちょっとね、記事があって読んだんですけど、あまりにも内容が薄々だったので、いやこれじゃ全然だなと思ってですね、はい、一回撮ったんですけど、動画こっちを動画にしてしまおうということで話そうかなと思いますね。まあ実際、まあ日本人もそう思ってるし、韓国人もそう思ってるってことが多いですね。韓国人の方が英語できるみたいな風に思ってる。で、まあデータとしていわゆるTOEICの点数平均点なんかが上げられるんですけども、日本だとまあ500点台が平均なのに、で韓国では600点台が平均ですっていう風になってたりするわけですね。でやっぱそうなんだ、TOEICスピーキングとかも見てもそうだし、平均が高いし、まあアジアのいろんなランキングあるじゃないですか、英語ができるランキングみたいなの。それでも韓国の方が上にいることがほとんどなので、まあ日本がすごく下でねできないんだっていう風にね思ってる人が多いと思います。でまあまあそれは事実としてはあるものなので、それはそうなんですけど、結構ね間違った考え方として韓国人たちもよく持ってるんだけど、そもそも言語として韓国語の方が英語に近いからだっていう風に勘違いしてる人がすごく多いですね。で韓国語にはですね、パッチムと言われるですね、一個一個の音で子音で終わるものがあるわけですね。それに対して日本語っていうのは全部母音で終わるんですよ。まあんっていう音を除いてね。なのでその子音で終わるものっていうのが英語にいっぱいあるじゃないですか。単語ですね、たくさんある。カム、日本語だとカムになっちゃうと。でカミンとかもカミングっていう風になってしまうと。だからこれが韓国の人たちからするとすごく日本人が英語が下手な理由として思われるわけですよ。それに対してだから韓国語ではんって M で終わるのもあるし、 N で終わるのもあるし、んNG で終わるものもあります、ね、なので、まあ、子音で終わるってことに、まあ、抵抗がない。まあ、弱いんですけどね。韓国語の方が英語よりも最後の子音がだいぶ弱いっていうのは聞いてていつも思うんですけど、はい。まあ、ただ N とかね、M と NG とか区別ができるんで、まあ、その点に関しては確かにそうですね。で、だから言語的に発音は韓国人の方がうまいんだって思ってる人たちが多い。ぶっちゃけそんなことないでしょ。マクドナルドね、マクドナルドって言って、キャキャキャって言って、別に韓国語もメクドナルドですから、全然メクドナルドはうまくないですよ。違うでしょ。だからドゥって終わるものないからさ、シーンでね、韓国語だからドゥ、これ母音入っちゃってますからね。そもそもでマクドナルドのアの音ですね。日本語はマアになる、韓国語はメえになるわけです。っていう風に置き換えるものが違うだけ、言えないシーンで終われない音もあるからね、韓国語にはね。という風に実はだから言語的なところでどっちの方が近いとかっていうのはそこまで違わないでしょうっていう感じ。まあ確かにリエゾン的なものはね起こるんで、シーンで終わって母音で始まるものと合体するとかっていうのは韓国語にもあるんで、まあその辺は確かにあるけど、でもねやっぱり英語と韓国語の発音はだいぶ違うよね。大気音あるからさ、空気を出すか出さないかとかによって韓国語って変わるからね、音がね。でそれは英語にはないシステムだし、イントネーションとかもやっぱだいぶ違うから、だからそれでいて韓国語話者に有利ってことはあまりないです、ぶっちゃけ。で文法は日本語とほぼ同じですから、だからないですね、ほぼほぼどっちが有利とかもないです。語順も同じですから。ということで、だから言語的な優位性とかってあんまない。まあちなみに言っとくと中国語もねよく言われるじゃないですか、 SVO の言語だから中国語は、だから中国人の方が英語はうまいんだって言うんですけど、そんなこともないですね。 SVO のとこだけでしょ、いっぱい英語と語順違うのあるから。中国語にはね、だから関係代名詞ね、英語はね後ろからかかりますけど、中国語前からかかりますからね、文が名詞を修飾するときって違うんですよ。で発音に関しても中国語なまりの方が聞きづらいっていうネイティブの英語話者も多いですよ。でどっちも聞きづらいですよ。で日本語英語も聞きづらいし、中国語英語も聞きづらい。じゃあなぜそんな韓国人の方が点数で実際ね高く出てるんだからっていうんですけど、まあこれは簡単ですね。需要が全然違うからです、英語に関するね。韓国の方ができなきゃやばいっていうのがあるからです。普通の教育に関して言えば日本と変わんないです。またあの SVO とかあるしさ、普通に文系とか勉強するし、文法中心だし読み中心ですよ。でちょこっとリスニングがあったり、ちょこっとライティングがあったりとかってするだけですよ。でもあまりにやっぱね英語は重要視されているので、留学する人
も多いですね。割合が高いですよ、圧倒的に韓国の方がね。自分がね韓国留学してた時に、でまた韓国語が喋れなかった時代、もう誰か助けてくれってね、 Help me ってね言えば絶対誰か助けてくれたもんね。絶対英語できる人がいて、その人がこう寄ってきて助けてやるよみたいな、どうしたんだよって言ってくれるもん。特に若いねもう大学生みたいな人たちを見つけたら、そこに言えば絶対助けてくれる。誰かは必ず留学してるから。でも大人とかね行ってもやっぱ英語喋れない人、こうやって背けていきますよ。日本人と同じですよ。だからこれ話しかけんなみたいなね、何もできねえよみたいになりますよ。そう、同じだから。でやっぱそれには英語ができなきゃいけないっていうのが、もうちっちゃい頃から植え込まれているからですね。日本は自分たちが暮らしていく中で、別に英語なんかできなくたって暮らしていけるわけじゃないですか。そして経済もねそれで保たれているというか、まあ、人口が多いからね韓国よりも。だからその分英語ができなくても余裕でね国内のビジネスだけでやっていけるっていう風に、日本人よりも韓国人の方がそう思ってますからね。日本という国はそういう国であるっていう風に。でも我が国は人口が少ない、だから海外へ自分たちのものやサービスを売らなければいけないのだ、じゃないとこの国を支えていくことはできないんだ、だから常に外を向いて英語ができるようにならなきゃいけないんだっていう教育をちっちゃい時からされてる。そりゃやらなきゃってなるに決まってますね。でも得意じゃないですよ、別に得意じゃないですし、コンプレックスを抱えてる人もめちゃくちゃ多い、できなくて苦しんでる人もめちゃくちゃ多い。だからそこ日本と同じです、それはね。ただもう留学、それ留学すりゃさできるようになってくるじゃないですか、多少はね。だから留学する人も多い、特にお金持ち層は、まあまず留学させますよ。なんでどうしてもできる人の割合が多いっていうわけですよね。それはもうだからちっちゃい時から英語できるようにならなきゃダメ、できなきゃダメよっていう風に教わってるからです。でさらにちっちゃい時からもうやらせるから。日本でも英会話学校に通わせるとかって言うけど、英会話学校に通わせって、まあ週1にさちょっとだけ行くやつでしょ。それじゃできるようになんないですね、英語なんかね。韓国の方がもうお金持ち、もうインターナショナルスクールに入れるんだって言ってね、インターナショナルスクールに入れるのが厳しかったりしてさ、結構ルールが、それをねお金持ちの人たちとかね政治家とかがね違反して無理やり入れてたとかっていう、子供をインターナショナルスクールに入れてたなんていうのが結構問題になったりもしましたし、それぐらい英語をネイティブにしようと頑張るんですよ。だから週1どころじゃない、それぐらいやらせます。もうめちゃくちゃ本気でやらせます。で最近はもうほら K-POP アイドルとかでもね英語できるメンバーが必ずいるみたいになってるじゃないですか。でそれインターナショナルスクール行ってたとか、ちっちゃい頃から英語やってたとかってそういうの多いですよね。でだからまあそれが当たり前なんですね。で英語の先生たちもすごい優遇されるんです。でちょっとまあコロナ禍で状況はちょっと変わっちゃいましたけど、コロナ前の話で言うと、もういっぱい来てたもんね、バイリンガルたち。そうだからトイックスピーキングね、日本だとまあ日本人教えるの普通ですけど、韓国はまず韓国人教えないですから、バイリンガルだけですね。そういうバイリンガルたちが、まあ、ちゃんとお金がもらえる。日本はバイリンガルで英語の先生やってもお金にならないじゃないですか。そうだからつかないですね。そうだよく言われる英語のできる人は英語を教える職なんかにはつかないっていうのが日本です。でも韓国だったら英語ができるんだったら英語を教える職に就く、ね、それで食っていける。でアメリカ育ちのその韓国人の人たちがガンガン韓国に入ってきて、そのスピーキングだったりを教える。で当然ほら英語ネイティブの人たちですよ。英語ネイティブの人たちもたくさんいる。郊外とかにもめっちゃいるもん、ね。まあ、ちょっとコロナ前の話になっちゃいますけど、もうソウルからこんだけ離れてて、まあ郊外なのにこんなにも白人がたくさん歩いてるんだっていうね。それは十分なお金がもらえるから、英語を教えるっていう職業でお金がたくさんもらえるっていうのが、まあ、まあやっぱ国がねそういう風に動いているからなんでしょうけど、だからできるんですよ。で韓国語とか日本語関係ないし、韓国人だから日本人だからっていうのが関係してるわけじゃないです。その意気込みが違う。だからトイックに関してだって結局は就活とかでねめちゃめちゃ大事になるから一生懸命やるわけですね。トイックスピーキングもそうです。もう取れなきゃいけないんだ。で対策とかえげつないですよ。もう日本よりも暗記ですから、めちゃくちゃ暗記させる。こういうパターンが来たらこうとかっていう風に大量に暗記させる。だから英語が得意というよりもテスト対策が死ぬ気でやられてるっていう感じ。スピーキングの試験もそう、英語が喋れるというよりはもうこのパターンできたらこうやるみたいなね、パターン暗記がすごいっていうことなんです。だから韓国人苦手なんですよ英語。だから日本も苦手な人が多い。日本語と英語は離れすぎてる、韓国語と英語も離れすぎてる、韓国と日本語めっちゃ近いっていう感じなんですね。だからどんだけ必要性を感じて一生懸命やるかっていうことです。それの差だっていう感じだと思います。はい。
だから言語的なアドバンテージなんていうのはもうほんのちょっとしかないと思ってますから、そんな大したことないと思ってます、そこじゃないと思ってますから、だから一生懸命やればいくらでもひっくり返せますよ。日本という国は、まあ、これから貧乏になっていくわけだから、どんどんねちゃんともう国外からのねお金を取り込まなきゃいけないってなって、もう国を挙げて英語できるようになりましょうってやったら全然すぐに逆転は起こると思いますよ。はい、ということでした。皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。